コネクティングロッド航空機用星型9、機動エンジン BMW132 のコンロッドセット。星型エンジンではこの写真の例に見られるように、一本のマスターコンロッドとリンクロッドからなるセットが一般的である。ピストンとコネクティングロッドコネクティングロッドは機械部品、特にエンジンに多く用いられる部品である。日本工業規格ではコネクティングロッドまたは コネクティングロット、連接棒などといった故障を用い、寛容ではしばしばコンロットと略称される。コネクティングロットは、クランクシャフトとの連動により、ピストンの往復直線運動を回転運動へ変換する部品である。ピストンピンとクランクピンを結び、それぞれの端を小端部、大端部と呼ぶ。熱間鍛造で形成され、材質には、クロームモリブ電工や、 炭素鋼などが用いられる。小型汎用エンジンなどでは炭造ダイキャスト、または重力鋳造で成形されたアルミ合金が用いられることがある。ベース用となるとチタン合金などをバフ研磨されたものなどが用いられる。コネクティングロッドはエンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される部品の一つである。ため10倍以上の安全率が取られており。 通常使用において切損することはほとんどない。ピストンやクランクピンの焼き付き、故障や水没により燃料や冷却水などが燃焼室に入ることで起こるウォーターハンマー現象などにより過大な反力が加わった場合に切損、雑物するケースが多い。コネクティングロッドが切損するとクランクシャフトの回転力により振り回される金属回と化し、 クランクケース内部で暴れるため、ダメージの大きさから、エンジン自体が修理不可能になることが多い。蒸気機関車などといった大型の機関では、回転側に直接伝達しているロットが、コネクティングロットである。日本においては、蒸気機関車のそれは、ン連棒と呼ばれる。そういった大型の機関では、ピストンとの間には、自家道のみで容動しない、ピストンロットと呼ばれる要素が入り、 ピンで連結される。ピストンロッドに付けられる部品の中から、クロスヘッド方式と呼ばれる。コネクティングロッドが接続されている動輪の車軸が、クランクシャフトに相当し、動輪を駆動する構造となっている。通常特定の一軸を、コネクティングロッドで駆動しており、それ以外の動輪は、コネクティングロッドが接続されている動輪と、カップリングロッドと呼ばれるロッドで連結されていて、 これにより駆動されている。ありがとうございます。